はい、どうも、ピクシーアスです。今回はですね、こちらのトミカと言うべきなんでしょうね。一応トミカシリーズなんですけどもね。まあ、ここにあのトミカのロゴがございますけどもね。これはですね、ディズニートミカの扱い、カーズトミカ、プレーンズトミカ。まあそのプレーンズトミカのトミカワールドでいいんですか。こちらはですね、映画プレーンズに出てくるですね、航空母艦フライデンハワーをモデル化したおもちゃですね。おそらくトミカシリーズで出た唯一の空母じゃないでしょうか。このフライデンハワーですけども、2013年に映画になったプレーンズに出てくる航空母艦フライデンハワー。当時の定価はですね、3980円だったということなんですけどもね、中古でですね、980円で購入しました。まあ私が欲しかったわけじゃないんですけども、まあ知人のね、カマーさんがね、欲しいっていうことでね、購入したんですけどもね、開封の許可もいただいたんで、今回ちょっとせっかくなんで紹介していきたいと思います。ちょっとでかいんでね、あれですけどもね。まあ、このように艦艇にタイヤがあるから手で転がせる。フライトデッキがビッグスロープに変身。舵を引き出すと第二格納庫が出現などと書かれてますね。ちょっと本当にでかいんです。はい、まあこちらですね。ちょっとね、でかすぎてね、映るかなっていう感じなんですけどね。まあこんな風に。どうやって立つ？こう、こう。ここにやるとスロープになるっていう感じか。よくわかんねえな。かかる。よくわかんないです。まあこちらがパーツ類ですね。ちょっと開けていきましょう。本来であれば、まあ、シールを使うわけなんですけどもね。でちなみにこちらがですね、この中に使う仕切りみたいなものですね。こういう風に使うみたいですね。でこれがどこだ。これ一番上かな。でこれがここかな？そうみたい。で、これがなんかあの、目のパーツですね。ちなみにこのフライデンハワーなんですけどもね、劇中でなんか喋ったのかなと思ったんですけどもね、一応ウィキペディア見た感じでは、劇中では一切喋らない。ただ、ゲームの中ではなんか喋ってたみたいな記事が出てきました。よくわかんないですけども。こんな感じかな。で、これがこっち。で、まあこれ、このパーツが、なんか、ここかな。こういう感じみたいですね。で、まあこういったあの、シールが付属しますね。ちょっと今回はね、シールは貼りませんので。こんなとこですかね。このですね、空母、フライゼンハワーですけどもね、モデルになったのはアメリカ海軍ドワイト・ディ・アイゼンハワーという空母ですね。これはですね、ニミッツ級というね、世界最大級の軍艦である原子力空母となっております。ちなみにこのドワイト・ディ・アイゼンハワーですけども、69番、監視番号が69番なんですね。艦の識別番号って言うんでしたっけ？ちょっとごめんなさい、その辺わかんないですけど。まあよくグランドセフトオート5に出てくるね、あの数字に69が出てきますけどもね。グランドセフトオート5ではですね、空母が出てくるんですが、それは残念ながら69じゃないんですね。その理由として、このドワイト・D・アイゼンハワーが69番であることが理由らしいです。まあ、今回の話はあんまり関係ないんですけどもね。で、まあ、このように、まあ、ちょっとね、下があれなんであれですけども、まあ、こう、走ることができますね。で、この一番後ろのところを引くと、このように、3機入れることができるみたいですね。ああ、でもいいですね。結構かっこいいですね、この空母。日本の自衛隊はね、こういった空母をね、保有してないのでね、ちょっと憧れますよね。一度ちょっと見てみたいですね。こう、やっぱかっこいいものがありますよね。まあ、本来であれば、こう、横からなんかこう、エレベーター。多分これがそうじゃないかと思うんですけどね。これがエレベーターなんじゃないかと思うんですけど。ん？ここになんかつけるパーツあるんじゃないのっていうか。ないの？よくわかんないですね。あとなんかもう一個パーツがある気がするんですけども。それはどこへ行ったのかな？なんか本来であればこの後ろに、あ、これじゃん。あ、これこうなるのね。あ、そういうことね。なんかこういう風に。これはなんか折りたたみ式でこうなってるみたいですね。で、こういう風に。まあちょっと残念ながらプレーンズのトミカを持ってないんでね、今回このプレミアムトミカさんに登場していただきました。本来であればね、車輪がついてくるんですけどもね。まあ、
こんな感じ。まあ、着陸するときはこう、こういう感じですかね。まあ、T4 がいるのは本来おかしいんですけどもね。まあ、こんな風になってますけどもね。まあ、なんか顔がついてらっしゃいますけどもね。まあ、それもまた面白いですよね。で、まあ、これはカタパルトで飛ばす。こう飛ばすんでしょうね、おそらく。こう、駐機させとくのも結構面白いですよね。まあ、本来であれば、この部分をこう動かして、まあ、この部分に、まあ、フレンズトミカ、あれを入れることができるみたいですね。まあ、残念ながら入れるものがないんで、この、レーシングトランスポーターでも入れときますか。収まった。まあ、こんな風にできてますけども、まあ、反対側もね、こんな風になってますね。で、まあ、車輪は、これが車輪ですね。4つついてます。まあ、ちょっとね、プレーンズトミカっていうのが、どれほど売れたのかもよくわからないし、今カタログにあんのかな？現在カタログからは消えちゃってるんで、もうこれ自体も廃盤なんでしょうね、おそらく。まあ、大体に、これ発売されたのは2013年とかそこらだと思うんでね。もうだいぶ前なんでね。でも結構よくできてますよね。空母の特徴を捉えてますよね。まあ、ちょっとでかすぎるっていうのもあるし、収納数が6機しかないっていうのもなんか、微妙といえば微妙ですよね。面白いとは思うんですけどもね。こう。こういう風に動く？そんなことはないよな。まあね、ブルーインパルスはもうなんとなく持ってきたっすけど、絶対、ここに止まることはないと思いますけどもね。でもこれ3980円ちょっと高いなと思いますけど、中古でこの、ほぼ未開封品980円ならね、お買い得ですよね、これ。ただこのポッチが気になるんですよね、なんか。特になんか埋め込むものではないみたいなんですけどもね。なんか、ハマりそうですよね。特になんか、なんか別にね、指定のものがあるわけではないみたいなんですけどもね。なんでしょうね。このまた、帽子がいい、おしゃれでいいですよね。一応シールを貼ることでなんか米海軍の帽子っぽくなるみたいですけどね。まあ僕プレーンズ見たことないんで、カーズは見たんですけどもね。カーズはピクサーが作ってるんですけど、この映画つかプレーンズは、ピクサーじゃなくてディズニーの方で作ったらしいんですね。まあ見ることはないだろうけどもね。まあ世界観はカーズに近いみたいですね。カーズにもなんかアクロバットチームとかいましたもんね。まあ、今回はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。